操。ワントゥーエイサー、この時間はエイサーの歴史、起源などの豆知識を紹介し、またエイサーに関する旬の情報を提供する番組です。リスナーの皆様からのエイサーに関するご意見、疑問、情報もお待ちしております。メッセージの宛先は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。そしてエイサーやの Facebook でもメッセージを受け付けています。皆様からの貴重なご意見お待ちしております。ワントゥーエイサー、この時間はエイサー情報交流室エイサーヤーの提供でお送りします。今週のお相手は FM コザミミリとさややすむらです。よろしくお願いします。すいません、今日一人です。よろしくお願いします。謝らないでください。お願いします。なんと一、はい、人のラジオっていうのは初めましてです。初めてらしくて緊張してますね。ね、緊張してますって言ってます。なんか意外ですよね。意外ですね、本当に。こう声からはあまり緊張が感じられない、うん、ってよく言われるんですけど、形だけですね。声だけ。実は緊張してる。緊張してる。それでは今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、まずはこのコーナー参りましょう。エイサー豆知識のコーナー。はい、今日のテーマはですね、はい、沖縄市のヨギエイサーということで、以前に豆知識で紹介した海外でのエイサーで、1900年頃から始まったハワイへ移民したウチナーンチュがハワイでエイサーを踊るようになりまして、それが現在でもハワイではエイサーが踊られているという話をさせていただいたんですけれども、今週はそのハワイのエイサーと関わりの深い沖縄市のヨギエイサーについて紹介させていただきます。はい、沖縄市のヨギのエイサーの歴史はですね、1931年に中城村あったからエイサーを習い、3曲のみで指名太鼓2人と簡単な手踊りの手踊りエイサーから始まったと言われております。そして1934年、過去昭和9年にですね、移民でハワイへ渡っていた中曽根氏、宮里氏が帰ってきた際に2人からハワイでのエイサーを習うことになります。その後1984年に太鼓エイサーを取り入れて、現在は旧暦の7月17日にエイサー獅子舞大会としてエイサーが踊られております。沖縄市ヨギのエイサーはですね、盆踊りのように輪になり、青年会だけではなく地域の老若男女が自由に参加しながら踊るのが特徴で、それはハワイでのエイサーの影響が強く、沖縄市ヨギのエイサーがハワイと深い関わりがあるということになります。すごいですね、はい、1931年でもだいぶ前から始まってる青年会ということでもありますよね、沖縄市ヨギ、沖縄市ヨギ青年会ではないですよね。ヨギ、はい、そうですね、ヨギエイサーから、うん、多分青年会が後に発展して、でもヨギのエイサーが多分北中のあったの、はい、あった青年会とかの何かなのかな。おもしかしたらあったからちょっとエイサーを練習習ってるっていうふうにちょっと記載があるので、はい、もしかしたらそっちの方から今も伝わってるのかなっていうのがありますね。はい、うん、早いですね。豆知識以上です。以上、エイサー豆知識のコーナーでした。はい、さあ、スタジオ前にはですね、なんとこんにちは、いつもツイキャスでおなじみマサさんが、横浜のマサさんが初めて見ます。こんにちは。あの、あ、他のスタッフは毎年全都エイサーだったり、あとは県外のね、うん、エイサーのイベントでも、そうですね、うん、エイサー屋でもちょっとたけしさんだとか、はい、高橋さんとかも結構いろいろお世話になったって話をお伺いしますと、はい、
安室さん、はじめまして、耳でお久しぶりですということで、ツイキャスのコメントをいただいております。ずっと鏡越しに見てました。ありがとうございます。モニターで、はじめまして。ぜひお声をいただきたいですね。いつまで沖縄にいられますかね。はい、前頭楽しんだかな。うん、そうですね。さて、前頭エイサー祭りのことをですね、オープニングで話す予定だったんですけど、あ、なるほど。順番がすっかり逆になってしまいました。いえいえいえ、今じゃ話しましょう。はい、前頭お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。だいぶにぎわってましたね。土曜日一応開催はできたんですけれども、はい、やっぱりちょっと終始雨風強くて、強くて、うんうん、もうちょっと最終的にはちょっと花火の方も打ち上げができなかったということで、はい、うん、ただまあ来ていただいた方にはすごい雨でも楽しかったよっていうお声をちょこちょこ耳にしたので、はい、楽しめたのかなっていう感じがします。うん、楽しかったですね。それにしても、うん、3日間通して、うん、台風ってもう結構分かりながらでもすごい数のお客さんだったので、はい、やっぱり雨風負けずに楽しんでくれてよかったと思います。本当よくやりましたね。青年会の、ね、皆さんがちょっと太鼓もすごいちょっと風に煽られながらな感じがよく見えたので、多分青年会の方の人たちもすごい大変だったのかな感じがしますね。ね、現場の対応もいろいろあったみたいな。いろいろありました。まあ、それがまあイベントなのかなっていうのもあるの で、はい、このハプニングはつきもの的な感じですかね。はい、楽しかったですね。第62回前頭 A さん祭りということでした。ミミリさんは土曜日、日曜日はこちら。はい、そうです。なるほどなるほど。私はスタジオ待機組でございました。なるほど。じゃあ生で見れなかった。生で見てないんですよ、今年は。でも、ね、ネットとかに上がると思うんで、ね、そうそう、もう気になりすぎて、はい、あのユーストリームの方で覗きつつ。なるほどなるほど。そうそうそう、ちょっとぐらい見ないとですね。そうです ね、 ね、前頭はね、うんうんうん、強かったです。はい、はい、マサさん、今日帰りますということですね。あ、なるほど。今日帰り、あ、もう少しいてほしかったですね。まあ、前頭ね、前頭終わったらもう帰りますよね。前頭目的なのでね。さあ、続いてはメッセージ&インフォメーションのコーナーでございます。はい、メッセージ&インフォメーションはですね、はい、今週、うん、もう先週前頭エイサー祭りが終わって、もうちょっとエイサーシーズンが終わったかと思うんですけれども、はい、今週第12回うるま市エイサー祭りがですね、うるま市役所の本庁舎前の道路と、うるま市の与那城総合公園陸上競技場で行われまして、日時がですね、今週9月22日金曜日前夜祭の6時40分から8時50分まで、うん、で翌日23日土曜日、24日日曜日がこれ本祭りということで、メインにの祭りになります。はい、うん、こちらは土曜日の方が4時15分から夜の9時まで、で日曜日最終日が4時からこちらも9時までの開催となっております。はい、でうるま市エイサー祭りということなので、うるま市のまあやっぱ青年会のメインではあるんですけれども、最終日に沖縄市の池原青年会が出演予定ですので、うん、沖縄市のエイサーも見ることができる、はい、うるま市で行われるイベントになっております。ぜひ前頭でもちょっと行けなかっただとか、前頭でちょっと楽しみ足りなかったという方は、よければ今週22、23、24にも遊びに来ていただきたいと思います。はい、でこのプログラムなどの詳細につきましては、うん、うるま市役所のホームページに掲載されておりますので、はい、こちらの方をご覧ください。おお願いします。はい、はい、ですね。やっぱまだエーサーシーズンがね、はい、続くと思います。うん、今週もありますし、まだね、チュラサト祭りも11月にありますので、ちょっとまだ期間は空いちゃうんですけど、はい、また2ヶ月後にも11月、うん、ちょっと肌寒いかなっていう季節でもまだエイサーはありますので、はい、沖縄の夏はまだまだ続きます。よろしくお願いします。
でもこの週明けからガラッと涼しくなって、そうです、今日朝起きたらちょっと寒かったんですよね。そうですよね。ちょっとお家まだ軽くクーラーつけてて、うんうん、外やっぱり窓閉めてるので、はい、外の風が伝わらなくて、うん、仕事出勤する前に開けたら、あ、寒っ外もクーラーかみたいな感じでそう肌寒くなりました ね、 まあ、ねやっぱりね、結構毎年前頭終わると肌寒くなるっていう結構みんなから聞くので、お今年も前頭終わったタイミングでちょっと肌寒くなった感じがあるので、うんうん、なんかね夏終わったかなみたいな感じですか。いや、まだ終わらないまだ終わらないです、長いです。11月まで夏です。11月までは夏、はい、海は入れないけどまだ夏です、あ季節的には何月頑張れば10月ぐらいまで入れますかね。いやもう本当に海慣れしてる人なんか多分12月とかでも入る人はいるんですよ。あのすごい専用のこのジャケット、うんうんうん、スウェットスーツ、スウェットスーツ、ウェットスーツか、スウェットスーツってすごい安髪みたいなたまに履きますけどねウェットスーツね履いて、やっぱ海慣れしてる人なんか、うんうん、多分12月とかまで入ってたり、もしかして1月とかもあるのかな。年中入れそうですね、あの人たちはね。沖縄は寒くないっていう人もやっぱりいるんですけど、やっぱ沖縄、うちなんちは寒がりっすからね。寒がりですね。ちょっとの下寒さでもちょっと寒ってなるからね、うんうん、確かにそうかも、うん、まだ一回も海行ってないな今年。え行ってないですよ、うん、毎年入ります、ちゃんと海入る。ここ 2,3 年は入ってないですね。あ、日差しを浴びに行く感じで、日差しを浴びに行く、まあ、海を眺めながらな感じでやるんですけど実際中には入ってないですね。あ、うん、入りたいですね。じゃあ今週来週再来週あたりでも結構長いですけど今週来週再来週あたりちょっと長いです、なんとアバウトなまあちょっとタイミングを見計らいながら、はい、みたいですね。それでは、今週末、違いますね、ん合ってますね、はい、今週末、第12回うるま市エイサー祭り、うん、改めてご紹介したいと思います。9月22日金曜日が前夜祭、6時、夕方6時40分から20時50分まで、そして23日土曜日本祭りが16時15分から21時夜9時までですね、はい、そして24日日曜日が本祭り最終日ですね、最終日となっておりまして、うんうん、夕方4時から夜9時までとなっております、うんうん、前夜祭と本祭りの会場がちょっと違いますので、うんうん、皆さんお間違いなくということです。詳しくはうるま市役所ホームページご覧ください。よろしくお願いします。はい、沖縄市からは池原青年会が出演予定ということです。だいたい時間がですね、時間がですね、まだこっちでもちょっと把握してない。本当ですか。第12回池原青年会、お最後ら辺、うん、なかったかな、な確認がじゃあ後ほど、え、土曜日ですね、土曜日、土曜日、23日土曜日に、はいはい、6時40分頃からの出演となっております。よかった、よかった、よかった、見つけられました。あ、最終日は24日は23になってますね、これでは。あ、じゃあ最終日じゃないですね、すいません、はい、先ほど23日土曜日の本祭りの方に池原青年会の出演があるっていうのをお伝えしたんですけれども、はい、最終日の24日ですね、出演の方は24、あ、ごめんなさい、23ですね、はい、土曜日の6時ごろ、うんうん、6時40分ごろに出演予定となっておりますので、はい、もしまだ池原青年会ちょっと見たいっていう方とか、うん、祭りエイサーがまだ楽しみ足りないっていうことを方がいれば、はい、4時に間に合わせて遊びに行ってください。はい、ということで、うん、そろそろエンディングとなりました。はい、エイサー屋では皆様からのエイサーに関する資料や情報のご提供お願いしています。ワントゥーエイサー、この時間はエイサー情報交流室エイサー屋の提供でお送りしました。お相手は FM 小座ミミリーとエイサー屋安村でした。ありがとうございます。ありがとうございます。